足の調子どうですか？あー、ちょっと待って、それは思い出さないようにしてるんですけど、まああえてね、気になってる方が多いようなので、まあちょっと軽く説明しますですね。昨日船長、君たちからの誕生日プレゼントが届きまして、ちょこちょこね、少しずつ届けてもらってるんですけど、玄関に置いてもらったのを部屋の中に運ぼうと思って持ち上げようとしたら、もうマジで重くて、重っと思って、めっちゃでかい箱だったんですけど、もう一生懸命フッてやろうとして、そしたら船長足の爪引っかかってたみたいで、気づかずにえいって持ち上げたらベリーってなーってなって、でなんか痛っと思って、一旦足引っかけたからチラって見たら、めっちゃなんか足の薬指の爪の真ん中ら辺にめっちゃ折れ線みたいな入ってて、なんか血がなんかドボドボ出てきて、もう船長もへらっちゃってめっちゃ泣きながら絆創膏を貼って、もう二度と見れないと思って封印してたんですけど、カンタンが病院とかも全部調べて、ここ行けってね、出してくれたから、で電話して予約取って行きました。はい、でもなんかまあ、そんなひどい症状じゃないみたいなんで、まあなんとかなるだろうという感じでした。何、お風呂入らなくて、今日入らなくていいよ。いや、実は昨日夕方入ったけど夜入ってなくて、多分それ今日は入んなきゃいけないかもしれないんだけど、できたら入りたくないよね。臭い？いや、それがさ、はぁ、臭くないんだよね、実は。君たち、船長のこと臭いと思ってるかもしれんけど、船長って風呂入らんくても臭くないんだよね、実は。まあ、3日目からは限界の匂いするけど、3日まではね、臭くないから、マジで。うん。これは間違いない。そう。本当に間違いない。なんか、船長って鼻悪いんだけど、でもなんか、カナタとかが鼻良くて、鼻のいいカナタとかがね、風呂入らないで遊びに行ったら入れよ風呂入らないで遊びに行ったけどね、臭くないって言ってたから大丈夫。いや、そんなわけないだろ。いや、ほんとだって。もう嗅がせることができれば早く論破したい。嗅がせることさえできれば優勝できるのに。いや、マジ臭くないのにな、悔しいよ、信じてもらえなくて。誰か信じてくれ、本当にそうなんですけど。いや、臭くないんですけど、うん、頭痒くならない。まあ、3日目からは限界かな。どっちにしても船長なんかアレルギーで、あんまり汚れた状態でほっとくとね、目が痒くなるから、まあでもなんせ2日が限界ですね。でもね、湯船には使っちゃダメって言われた。うん。そう。ふやけて取れちゃうもんね、爪がね。そう、今乗っかってるからね、このままね、乗っけたまま皮膚を守るらしい。守る方向で行くらしいから、この爪がふやけてどっか行っちゃわないように。ちょっと待って、怖い、やだ、風呂入りたくない、やだ、怖い。君たちどうしよう、船長嫌なんですけど、マジで誰かやってよ、もう嫌だ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 。船長その間気絶してるから、代わりに誰か洗っといてよ、綺麗にして、完了したら起こして。あ、もうほんと嫌だ、もう嫌嫌嫌嫌、あー、もう嫌だ、もう死にたい、早く死なないかな、もう嫌だ嫌だ嫌だ、もう考えたくない、忘れよう。フフトニーも赤スパありがとうございます。船長高く元気いっぱいな船長が好きですけど、冷静な船長もいいね。船長、冷静でした？うん。ただのお風呂が嫌いなババアなのに、なんでそんなに可愛いの？ああ、こんな船長に惚れるなんて。お前本当に好きか？ただのお風呂が嫌いなババア？言い過ぎだろ。どうしたん？ねえ。でも、海外の方だからちょっと日本語が怪しいのかもしれんわ。ちょっと言い過ぎだろ。おい。ねえ、君、誰がお風呂が嫌いなだけのババアだって？でも、そう思ってみたらすごいでしょ？ただのお風呂が嫌いなババアなのに、こんなに可愛いなんて奇跡ですよ！うん。ね？